はい、皆さんこんにちは。昨日は第二の人生を音楽で楽しむという動画をシリーズ化するというお話で、第一回目は J-POP 編というのをさせていただきました。ありがたいことに半日足らずで6、700人の人が見てくれた、こんな嬉しい結果になっています。やはり今 YouTube のトレンドでも第二の人生というのがトレンドワードになっていまして、会社を退職した後音楽をやってみたいな、楽器を引っ張り出してきてですね、そんなこともやるんですけれども、 DTM というのも一つの選択です。でも DTM って本格的にやろうと思ったら、昔の古いパソコンではちょっと動作が悪いですし、この頃はメモリーもたくさんいります。新たに揃えようとしたらですね、ソフトを買ったり、そしてそのソフトだけじゃなくって、音源とかオーディオインターフェースとかヘッドホンも、ここまで来たらいいヘッドホンが欲しいなとかいうことで、10万円の費用がかかるというのが DTM の一つのラインだと思います。ただし気をつけないといけないのは、 DTM というのは8割の人が挫折しているという現実の結果があるんです。せっかくこれから音楽をやろうと思って意気込んでくれてもですね、これがなかなかうまくいかなかったら大変ですよね。そこで僕はこの何ヶ月間か気合を入れて研究しました、 Snow AI、 これをですね、皆さんにおすすめしたくって、このシリーズをやることになったわけです。月8ドル、日本円にして1500円ぐらいですけれども、それで今日のサムネイルを見てください。前回はすぐにプロ並みということだったんですけれども、今回はプロを超えるというふうに書きました。そしてジャズということと、ジャズだけじゃなくてインスト曲、いわゆる歌のない曲というのを第2回目はテーマとして皆さんに話していくんですけれども、プロを超えるというぐらいの音楽ができるということです。では早速やっていきましょう。今日は第1弾の話で同じようなことは端折る場合もありますので、お時間がありましたら第1弾も目を通していただいたらありがたいかもわかりません。 Snow AI の画面を今からお見せします。これが Snow AI の画面です。英語で難しそうですけれども、もちろん日本語に変えることもできます。右クリックから日本語に訳して表示することもできますが、ちょっとこのまま英語でさせていただきます。今日やるのはですね、歌詞がないということなので、この一番上は、前回はカスタムモードというので、ここに歌詞を作ったんですが、歌詞はいりませんから、こういうモードにしたいと思います。そしてインストゥルメンタル、これにチェックを入れるということです。そして有料課金してくれた人はですね、ここが V3 とか、もしくは今までの V2 というエンジンを使ったり選択ができます。でも一応 V3 にしてください。 V3 が何がいいかというと、もう音が全然違います。ビットレートというのがあるんですけれども、今までは 128kbps、 それが今は 196kbps、 このクオリティになりましたので音質がぐんと上がっています。ですからできましたら V3 を使うというのがいいわけですけれども、課金をしていない人は V3 が選択できない、それだけは今のところ覚えておいてください。じゃあ一番上にあるソングディスクリプションと書いたところに、どんな曲を作ってほしいかということを入れることになります。その時にここはできるだけ英語で書く方がいいですので、 Google 翻訳などを使って英語で書いてみたいと思います。はい、左側に日本語、右側に英訳が出るようになっていますので、左側に入れます。まずはどんなことを入れるかというと、ジャンルですね。例えばジャズにもスイングジャズとかデキシーランドジャズとかいろいろありますよね。それを書いていただいてもいいです。ではここはモダンジャズにしましょう。そうしまして、カンマで
区切ります。その後は、主にどんな楽器がいいか、トリオバンドとかいう風にしておきましょう。僕は正直ジャズには強くないですので、この辺のところはジャズ好きの皆さんの方がいろいろよく知っているかもわかりません。あとは BPM とかというのもセッティングできるようになっています。ただし、これが正確に出るというわけではないことを覚えておいてください。ちょっと早めとか遅めとかいうようなことになると思います。ですから、これで140というふうにしておきましょう。こうすれば右側に英語が表記されますので、このコピーボタンを押してコピーしましょう。そして、Snow AI に戻ります。戻りましたら、このソングディスクリプションのところにこれを貼ります。これで、あとは、このオレンジのコンティニューというのを押すだけです。じゃあ、押してみましょう。はい、できました。この時間というのは全くノーカットで見ていただきました。15秒ぐらいもあれば十分に2曲の提案をしてくれます。では2曲続けて聴いていただきます。どんな感じのジャズができたか楽しみですね。はい、どうでしたでしょうか。一つ目の音楽というのはどちらかというとあまり変化のないちょうどアドリブの練習なんかに最適なようなそんな感じのジャズでした。そして二つ目は近年になる方がジャズというもののルールというのも自由度が増して緩和されたというふうに僕は知識として聞いております。そんな感じでモダンジャズということなんで僕が聞いたらこれってジャズっていうのかなというような感じのピアノソロでしたけれども2曲聴いていただきました。お尻が尻切れトンボになったと思うんですが後でお話をしたいと思います。じゃあ今度はですねスイングジャズこれにやったらどうなるか。このようにスイングジャズトリオバンド BPM を140になってるのを少し遅くして100にします。そしてこれをコピーして先ほどと同じように貼り付けしましょう。これで作ってみます。できましたので聞いてみましょう。
な風にできました。じゃあ先ほどお話ししましたつなぐという話をやってみましょう。その時はこの右の3点メニュー一番下の曲をつないでみようと思いますので、ここを押しまして Continue from this song、 これを選択します。そうしますと左が変わりました。こんなようなこの右側のアイコンと同じものがここに並びました。これでどこでつなぐかというのをサブスクに入っている人はこの時間というのを自由な時間からつなげれるんです。ちょうど区切りがありました。ちょっと聞いてみましょう。はい、1分56秒のところでありましたので、ここを1分56秒というふうに打ちます。はい、ここでつなぐということなんです。そしてこのスタイルオブミュージックですね。これ前に僕がテストとかでやった時の EDM とかになっていますので、これではダメですね。はい、これは先ほどと同じように右側にですね、はい、スイングジャズとかこのようになっていますよね。これをねコピーして、そしてここに貼り付けるといいんです。そうしまして、まあタイトルもですね、僕がやっていた前のものが残っていますので、ここでスイングジャズというふうに書いておきましょう。これは目安ですのであまり大きな意味はありません。そのままダンスと書いていてもですね、ジャズができるのには違いがありません。じゃあこの状態で続きをしたいんですが、上です。これ忘れてはダメです。元に戻ってしまっていますので、ここをインストゥルメンタルモードにしておかないといけません。もう一度言います。続きがここに出てきて、1分56秒のところにセッティングをしました。そしたら画面とかがちょっと違うのでタイトルを入れ替えましょうということと、そしてスタイルオブミュージックはもし違うものが入ってたら右の方から取ってきましょう、コピペをしてくださいということです。そしてインストゥルメンタル、このようにするといいと思います。ここでこんなのも足したらどうでしょうか。はい、エンディングというふうに足しておきます。こうしてコンティニューをします。はい、出来上がりました。聞いてみましょう。はい、うまくエンディングになってくれましたね。シタガーを聞いてみましょう。はい、うまくいきました。皆さん、もう一度重要なことは、このスタイルオブミュージックにエンディングというふうに書いてみるということです。これなかったらですね、エンディングにならない場合もあります。ちょっとやってみましょう。失敗例というのですね。これで作ってみたらどうなるか。はい、こちらの方聞いてみましょう。はい、今僕が言い間違ったのではないです。たまたま僕の気持ちを汲み取ってくれた、いやそんなことはないと思うんですが、たまたまエンディングができただけでですね、これは必ずこうなるとは限りませんので、やはりカンマ、エンディング、このように入れてもらう方が多分確実だと思いますので、この辺のところ忘れないようにして入れてみてください。まあ今のようにですね、忘れててもうまくいったら拍手ものです。こういうような作りです。じゃあ今日は最後にロックでやったらどうなるか、ジャズ好きの人ばかりじゃないと思いますので、それを
お話ししたいと思います。はい、アメリカンハードロック BPM130 としました。コピーをします。今日はあえて歌詞は入れません。今日のテーマはインスト曲ということでしたので、洋楽ものの英語バージョン、そういうのを作るのもまたシリーズの第3弾もしくは第4弾でやりたいと思いますので、今日は歌詞のないロック、それをやりたいと思います。ここに貼り付けます。そして忘れてはいけないのは、先ほどはジャズの続きをしていましたので、これをクリアします。もう続きじゃなくていいですよという意味です。じゃあこれでクリエイトボタンを押してロックを作ってみましょう。はい、僕が間違ってタイトルを入れ忘れました。スイングジャズとなってます。でもこれはそんなに影響がないはずです。ロックが流れるか聞いてみましょう。はい、ちょっと途中で切らせていただきました。2曲目聞いてみましょう。ですね。ギターソロが入ってですね。これはいいですね。ちょっと本来ここで終わるつもりでシナリオを書いてたんですが、せっかくです。はい、先頭でよしソロが来るのかなと思いましたが、ちょっと物足りなさはありました。でもどうでしょうか、今のギターソロにしてもですね、ギタリスト真っ青と感じでですね、うねりのある、そしてグルーヴ感のある演奏ですね。同じものがどっかからサンプルで取られてきて惹かれるんではないですよ。この進行であったり、そしてプロンプトによる命令であったりに合わせたようにソロをあの15秒ほどの間に作ってるんです。人間技では絶対にできないことですよね。今 AI 生成には賛否両論がありますけれども、いろんな否定の意見があっても僕はいいと思うんですけれども、でも世の中は必ず進化すると思いますし、今日聞いてくださってる皆さんですね、第二の人生に早いこと習得して音楽を作ってもらえるように
ならないとですね、まあ2、3年かかったら上手になるわ。まあ実際そうですよね。僕も3、4年というのはですね、なかなかプロの人のレコーディングをさせてもらってもですね、村長、そこちょっと今遅れたやろとか言うんですけれどもですね、1000分の20秒とかぐらいの範囲ですから、遅れたとか言われてもわからなかった。僕のプロ人生の半分ぐらいはそんな感じでした。4、5年経ってからそういうことがわかるようになりましたし、音程、ピッチですよね。ピッチでもちょっとずれただけで気になるようにはなりましたが、最初はずれてるやろと言われてもどこがと思いましたからね。そんなんで第二の人生に音楽を勉強するのには本当は僕も教えていますので習ってほしいです。でも第二の人生というのはまあ大体が60歳以降ぐらいと言っていいと思うんですね。まだ40代、50代の人は頑張ってほしいなと思いますけれども、その頑張りもですね、新しいこともこんなことがあるということを知った上で使いこなしていく。これが大事だと思いますので、その AI を使って楽しい音楽を作ってみましょう。今日は長い時間ありがとうございました。延長に延長を重ねましたけれども、少しでもこの楽しさが伝わればいいと思います。またねー。